はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。本日はですね、こちらエルフベルベロリー当てることがね、前回の動画でできましたので、早速こいつを使っていこうと思うんですが、使っていくパーティーはこちらです。ベロリーゴジータパーティーまあ一応ね、こいつら6人とも劇場版で揃ってますね。ただね、まあ絶対アビリティのノリはあんまり良くないけど、まあね、見栄えがいいし、やっぱりね、何よりもこの新 LF ブロリーフルパワーと、あとはこいつ LF ブルーゴジータをね、同時に使っていきたいっていうところで、なんかね、まあもう皆さん、いろんな実況者さんが投稿されてるのでご存知だと思うんですが、こいつめちゃくちゃ火力が出るらしいですね。あー、でそっか、サイヤ人に対しての、あ、サイヤ人じゃなくてもよだめがアップするのか、消極化で強いなまあ今回ね、初めて使っていくので、どんな感じになるかね、ぜひね、皆さんと一緒に確認していきたいと思いますので、早速 PVP 回っていきたいと思います。さあやっていきましょう。お相手の方は野沢雅子さんですね対戦よろしくお願いします。とりあえず黄色が結構いるから、赤ゴジータ出していこうかな。で、青ブロリー、LF ブロリーは確定で、あとは、使いたいから LF ブルゴジータ使っていきたいと思います。今ね、結構 PVP やってる人増えてんじゃないかな。冷凍ポイント2倍っていうこともあって、結構ポイントを上げてるつもりなんだけど、あんまり順位は上がってかないですね。まあ嬉しいっちゃ嬉しいか。あ、やべ今回もう BGM もうあれでいいか、ブリザードで消すの忘れてたんで、ちょっとこれ必殺かぶせようかねえ。あ、おー、あ、そっか、気絶入るんだこれ、強っさあいけブロリー。さあカバーチェーン外してゆく。そしたらこっちで殴っていきましょう。このゴジータはね、イヤズモ柄なんでまあこのパーティーの中だとこいつが一番強いと思いますもう一枚引けるけど気力が足んないかな。あー、こっちはね、カバチェン2人いるからね、打撃カバチェンができます。次出していこう、ゴジータ。あ、外され、よかった、出さなくてかっけー、特殊がかっこよすぎる。さあ見えたけど危ねえ、かわしてソカーズいきましょう。そしたらゴジータで殴っていこうかな。さあカバチェン無効ですねこれ究極で落ちないかな。さあもう一枚引けたから、これは究極で落とせそうかな。不死身無効だからね、いきましょう。ファイナルエクスプロージョン合ってるかな究極の名前。あ、そうそう、これあれだよね、レジェンダリーフィニッシュだとこの間著作権の侵害に引っかかりましただからね、なるべくエレフは決めたくないですね。またタックルだよね、見て。さあ速圧が入りますね。エレフブロリーのあれかな。さあこれは、あ、対戦ありがとうございました。さあ続いてやっていきましょう、ソンパですね。いや、さっきの戦いで、まあ、ブロリー、まあ、まあまあ強さを見せられたかな、どうかな必殺にね、気絶ついてるのね、知らなかったっすさあやっていきましょう。ブロリーも特殊カバチェン持ちだよね、打撃の。だから今結構特殊カバチェン環境が流行ってきてますので、そう考えるとブルーゴジータのね、特殊カバチェン無効3回までかな、はやっぱ強いっすね。ただまあ今回はこのブロリーの動画なので、こいつを活躍させていきたい。さあ見えた、射撃アーマーついてるんで突っ込みましょう。入っていく。あー、さすがにブルー悟空は硬いね。さあでも特殊を使ったことによってアーツドロー速度がついてます。うん、こいつは気絶はしないね。かわしていく。さあ入っていく、いけブルゴジータあー、ごはんちゃんか。まあ、ちょっとキー、あー、特殊はねブロリーに取っておきたいかな。さあこれでアーツドロー速度がつくと、ただアーツがない、うん、最速取れそうだけどな。
取れないかな、いてで、やっぱ射撃アーマーついてるのは強いよね。さあ入っていく、池ブロリー、こっからヨダメがどんどん上がっていきます、サイヤ人に対してね。あ、ただライジング溜まったからいいところでライジング通かな。いいね、いいね、覚醒ブルーゴク、ブルーゴクじゃない、スリーゴクにもこのダメージですよ。じゃこれでとりあえず1人は絶対持ってけるね。選ぶアーツは射撃アーツ。そういえばこのクルパーブロリー、あの紫、うわーい、紫もいるけど、あっちは全開覚醒とかしないのかな。さあこれでアーツドロー速度つけていく、かっこよすぎる。普通に殴っておしまいですね。オッケー、なんか突っ込んできそうだな。オッケー、最速取れる、池ブロリー。さあアーツドロー速度が上がってるからどんどんアーツが来ますね。究極まで行こうか。これさっき使えなかったんで、さあこれでよだめ上がってんのかな、わかんないけど。コンボがめっちゃつながるな。まだ射撃も打てますね。これでさすがに落とせないかな、ブルー悟空は。あ、捨ててきた。さすがに落とせるよね、ご飯ちゃんだったら。かっけー。あ、でこれ強制交代がついてるみたいですね。見て何もしてきてないと。あ、お相手の方はもう諦めたっぽいっすね。じゃあ普通に倒して終わろうかな。必殺で終わりかな。対戦ありがとうございました。いやブロリー強いね、ってか使いやすい。多分ゴチータブルーよりも使い勝手がいいと思います。さあ続いてやっていきましょう。お、神の木ですね。1個前か2個前の動画で投稿させていただいためちゃくちゃかっこいい神の木パーティーですね。いやこのパーティーね、神の木パーティーなんですけれども、動画撮ってない時に結構今使って冷凍を回ってます。それぐらいね今お気に入りのパーティーですね。まあ耐久はないんだけど、特殊カバチンでカバーし、ああ見えて押したんだけどな、これはカバチン外ししてこないと。押しちゃったな、まあいいか、外れてても。あ、オッケー。このブロリーも7突にしようかちょっと今ね悩んでます。劇場版ねちょっとやっぱ一気に強くなったからちょっと使っていきたいところはあるんだよね。こいつも強いもんね、スーパーサイヤンだし。さあこれ突っ込んできたからゴジータブルーでいきましょうか。外れてたね今。さあカバチェン向こう。すえー、ただアーツはもう引けるね。こいつの特殊アーツも使っていきたいけど、さあかわして見てちょっとずらしていきましょうか。ふっ、オッケー。あー、ただ身勝手出てきそうだから出てくるよね。射撃圧いきましょう。あ、これはもうゴジータ落とせますね。うおほほほほ、めっちゃ圧くるんだけど。え、あ、ドロー速 2段階上がってんじゃん。相手引くとドロー速度上がるんだっけ。さあ究極いこうか。じゃあこれで誰か落ちるんじゃない、いけ、強え。ブロリーが強すぎるんだが、ゴジータブルーよりももしかしたら強いかもしれない。見えた。そしたらもうライジングいきましょう。身勝手が出てきたらめんどくさいんで。さあ選ぶアーツは射撃アーツでいいかな。強っ。突狙いたいけどな。結構やっぱLFキャラ狙うっていうのは非現実的なので、年始のね、お年玉パックで LF のキャラを引けるタイミング、あ、そっか入んねえのか。これはとりあえずこれで避けられちゃうと思うけど、あー回避入れればよかったな。まあ、ただもう相手バニッシングもないので大丈夫ですね。耐久もやっぱこいつあるね。あれこいつあれかな、あ、これそれは抑えられると。さあこれかわして、あとはもうブロリーでぶん殴っていくだけですね。さあ特殊積んで必殺でいっか。アーツが引けなかったので必殺。ああ、そっか、回復すんのか。バニッシング消されたのうざいな。さあ待機カウントをあれ稼いでと思ったんだけど入っちゃいましたね。たださすがにこっからは負けないと思う。相手ライジングも使ってるからね。
さあどれくらい入るんでしょうか。あーやっぱ身勝手も強いね、火力に関しては。あバニッシング回復するの早いな。いてててててて。なんかラスワンになってかなり粘られてますが、最後はブロリーで決めていきたい。またバニッシング回復してそう。さあこれは特殊カバチェンが決まっていく。あ初めて使ったね。こういうカバチェンなんだ。バニッシング回復するの早すぎだろう。さあただこれでさすがに終わりですね。もう一回特殊を積んでいく、無駄に。いやブロリーの方向がかっこよすぎる。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回初めてね LF ブロリー使ってみたんですけれども、めちゃくちゃ強いね。もう単純にやっぱ強いっていう感じ。あのゴジータとかはね、あの特殊を当ててからめちゃくちゃ強いって感じだけど、ブロリーはね本当特殊が使いやすいし、射撃アーマー持ってるし、究極もめちゃくちゃ強いし、でまあ本当に使い勝手のいい LF キャラだと思います。なので今回から始めた方とか、どちらかというとゴジータよりもこっちのフルパワーブロリーの方がおすすめなんじゃないかなと思いました。ぜひねこの動画参考にしていただいて、 PVP 皆さんも回ってみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。